Mac の飛躍的進化、Apple Silicon M1 から5年、4世代目となった M4 MacBook Pro は AI 時代の最新事項を搭載し、何が変わり、魅力はどこなのか徹底レビューします。こんにちは、ヨタです。明日発売の M4 MacBook Pro を Apple さんより一足早くお借りして1週間ほど使ってみました。この動画ではまず進化のポイントから始めて使ってみたレビューをお届けします。購入する方の参考になれば幸いです。カラーは全てのモデルで新色スペースブラックとシルバーの2色に Mac 史上初めて最大24時間の電池持ち、右側にサンダーボルト4が1つ追加、外部ディスプレイ出力が内蔵を含めて3枚可能に、オンラインミーティングが快適になる12メガピクセルのセンターフレーム対応カメラ、画面を反射防止できるナノテクスチャーオプションの追加、最小のユニファイドメモリー 8GB から 16GB に。今回これだけ進化しましたが、日本でも M3 と同じ価格から購入できます。振り返ってみると M1 世代の高いコストパフォーマンスとまではいきませんが、この M4 シリーズはスペックや数日使ってみた感想を踏まえても、今 Mac が欲しいのであれば確実に買いなタイミングだと思います。届いたばかりの MacBook Pro です。箱には本体、AC アダプター、マグセーフ充電ケーブル、説明書、ナノテクスチャーのメンテナンスクロスが入ります。本体デザインは天板に綺麗な Apple ロゴ、背面に MacBook Pro の刻印、左側にマグセーフ充電、サンダーボルト4に対応した USB-C ポートが2つ、イヤホンジャック、左側に SD カードリーダーと新たに追加された USB-C ポート1つ、HDMI、豊富な拡張性があります。実際に手元で触ってみると M4 の15インチ MacBook Air を私は使っているんですけども、実際に分厚くプロらしい堅牢のデザインを感じます。これはこれでかなりかっこいいです。他にももし知りたいこととかありましたら気軽にコメントを書き込んでいただければと思います。とても明るく色の表現が綺麗なクリエイティブに最適なディスプレイです。紙を超える解像感で全てが美しいフォントで表示されるため作業に集中できます。一つ一つの動作、アニメーションは 120Hz のプロモーションテクノロジーで MacBook Air では体験できないサクサク感が気に入りました。今回のモデルは HDR で最大 1600Nit のピーク輝度、 SDR コンテンツの輝度が最大 1000Nit に向上しています。さらにディスプレイの反射を抑えるナノテクスチャーガラスオプションをプラス3万円で追加可能、屋外など光が強い場所での利用する方には最適なオプションです。今回私はナノテクスチャーガラスを搭載したテスト機をお借りして使っているんですが、 MacBook Pro のとても綺麗な標準ディスプレイがそのまま反射防止されて再現されているという言葉がぴったりな印象を受けます。以前私は2019年の iMac でナノテクスチャーオプションを使っていましたが、それよりもなんか今回高精細に感じます。M4 は Excel などの事務作業から負荷の高い 3D 作成やゲームまで難なくこなします。私は普段動画編集やデザイン作業、それから写真編集などをするんですが、今まで使っていた M2 の MacBook Air と比べて M4 の MacBook Pro は体感できるほどサクサク動くなと感じます。16コアの AI 機能を司るニューラルエンジンによりピクセルメータープロの AI 写真編集も超高速です。10コアの CPU は 4K 動画の編集中複雑なタイムラインに引っかからず作業ができます。10コアの GPU と第2世代のハードウェアアクセラレイティッドレイトレーシングエンジンによりゲーム内の光の表現も一段と深みがあります。 16GB メモリによりブラウザベースのデザインソフト Figma の作業も快適です。最新 OS の新機能画面分割はマルチタスクにするのにぴったりでした。ここで参考までに M4 チップのベンチマークスコアを測ってみました。シングルスコアは3857、マルチスコアは14880です。これまで使っていた M2 からマルチコアは 1.5 倍も高速、グラフィック性能もそれぞれの世代から大幅に向上しています。今回 M1 や M2、 それから以前のインテルモデルからの買い替えを検討している方も多いと思うんですが、買い替えていただくと体感で本当に全然違うね、電池持ち、それからパフォーマンスを体感できると思います。 Mac 史上初めて24時間使える最長のバッテリー持ちを M4 MacBook Pro が実現、30分で 50% 充電できる回復力も持ちます。私は M1、M2、M3 とそれぞれの世代のチップを全部使ってきましたが、やっぱり M1 世代にインテルから変わった時のバッテリー持ちの驚異的な長さっていうのは驚いたもの、感動がとてもありました。それが今回ね、24時間正真正銘の1日に伸びるっていうところは本当にね驚きです。
過去の機種と比べると M1、M2MacBookPro 13インチは20時間のためプラス4時間、 M3MacBookPro は22時間のためプラス2時間となってます。 M4 と M4 Pro のベースモデルは充電器が 70W、 コンパクトな AC アダプタが付属するので持ち運びはストレスがありません。ちなみにマグセーフではなく USB-C でも充電が可能です。 iPhone や iPad、MacBook を1つのケーブルで賄えるのも持ち物が減って嬉しいです。丸1日電池持ちや電源の位置を気にすることなく使えるので作業に没頭できるため、これだけでもかなりの価値があると感じます。 iPhone、iPad と MacBook はお互いの強みを生かしてさらに高み合えるパートナーになります。同じ Apple アカウントにログインするだけで特別な設定なしに様々な連携機能が使えます。 MacOS Sequoia の新機能 iPhone ミラーリングは iPhone の操作、通知の確認、Mac から iPhone にファイルのドラッグ&ドロップでの転送ができます。追跡のために iPhone を開かずに済むため、集中して作業に取り組める欠かせない機能です。 iPad を Mac の拡張ディスプレイにできるサイドカーは外付けディスプレイがない屋外での作業効率を格段に上げます。メニューバーからワイヤレスに接続するだけで iPad が Mac のサブディスプレイに早変わり、例えばスライドを作成するとき画像素材をデスクトップに置きドラッグ&ドロップするのは手間がかかりますが、少し拡張しておくだけで切り替えるストレスから解放されます。MacBook Pro の新しいカメラ、そしてマイクを使えば高価な外部機器がなくても最高のオンラインミーティング環境が整います。被写体を追従するセンターフレームに対応したカメラは動きながら説明するとき、複数人で1人のカメラを共有するときに便利です。 iPhone でおなじみの UI で広角カメラは 0.5 倍から3倍までマニュアル操作もできます。顔がアップすぎると感じるとき、逆に周りを映したくないときに画角を微調整するのに便利です。手元の実物を見せながらオンラインミーティングをしたいときは俯瞰撮影機能のデスクビューを活用できます。もともと iPhone のカメラと Mac を連携して使う機能だったんですが、今回から MacBook Pro 単体で利用できます。実はかなり期待していたんですが、実際に手元で使ってみると MacBook Pro のカメラの位置とキーボードとかの関係で実用にはちょっとほど遠いなという印象を受けました。引き続きクオリティを求めるなら iPhone と連携して使う、またはカメラの位置が高い M4 iMac を使うと綺麗に使える可能性がありそうです。デスクビューの詳しい使い方はこちらの動画で紹介しています。 MacBook Pro のマイクはスタジオ品質の3マイクアレイで、周囲のノイズを最小限に抑えながら話者の声をクリアに収録できます。実はこれまでのナレーションシーン全て MacBook Pro 単体のマイク撮っていましたが、クオリティどうでしょうか。カメラとマイク性能はこれまでの MacBook と比べてさらに一段と表現する方法がいくつも追加されました。まるで同じ空間で会話しているかのようにオンライン越しに仕事ができるなと感じました。トラックパッドのマルチジェスチャーはまるで iPhone を操作しているかのように直感的に使えます。 MacBook でアプリを切り替えたり拡大、ファイルを選択したり自由自在です。タップでクリックや3本指のドラッグ設定でカスタマイズするとよりスムーズに使えます。詳しい設定はこちらの動画をご覧ください。キーボードはストロークが深くリズミカルな打鍵ができる打ちやすいキーボードです。 M1 世代から変わらずプロ向けにデザインされた心地の良い打ち心地は癖になります。最後に MacBook Pro を見てみてこれは買いだと思ったモデルを紹介します。近々 Mac 全体の選び方動画を出しますが、まずはプロ版ということでお話しします。1つ目、ドキュメント作業や趣味の写真編集、動画編集におすすめなのがこの14インチの M4 の 16GB インファイドメモリー、 512GB SSD ストレージのモデル。そしてより高度なクリエイティブ作業に最適なのはこの M4 Pro の12コア16コア GPU のモデル、 24GB メモリー、 512GB SSD ストレージのモデルです。このモデルは唯一 M4 で 70W の USB-C 電源アダプタが付いていて、一度の並列作業に効くメモリ帯域が M4 から 2.3 倍の 273GB 毎秒の恩恵を受けられます。まず M4 モデルは今回テストをしてみてより高負荷の作業も安定してこなせる印象があって、これを選んでおけば間違いないモデルだなと思います。 M4 Pro の構成は私が購入したモデルになるんですけども、今年 M4 Pro は M4 と M4 Max と比べると飛躍的な CPU の進化があります。少しテクニカルの話ですが、先ほど紹介したメモリの話だったり電源 AC アダプターの大きさの話だったり、 M4 と M4 Pro のいいとこ取りができるのがこの12コア16コアのモデルなのではないかということで買ってみました。カスタマイズをもう少し見ていきます。まず画面サイズですが、 MacBook Pro は14インチと16インチの2モデルがあります。作業効率は画面の大きい16インチの圧勝ですが、持ち運びを前提とするのであれば14インチがおすすめです。14インチは 1.6 キロですが、16インチはその 500g 重い 2.1 キロ
量あります。だいたい 500ml のペットボトル1本分くらい違うのを毎日持ち運ぶと思うとかなりね差が分かるかなと思うので、14インチがおすすめです。 M4 は学生、趣味、スモールビジネス向け、 M4 Pro は最高のパワーを求める人向け、 M4 Max はとにかく最先端、最高峰を求める人向け。Max チップを買う人はすでに自分の用途が明確な方かなと思うので、多くの人の検討対象は M4 か M4 Pro の2択になります。基本は M4 でいいと思うのですが、より高負荷で重たい作業とかパフォーマンスをもっと求めたいよっていう場合に M4 Pro を選ぶといいと思います。最後にメモリーです。メモリーは作業中のデータを一時的に保存する領域で、容量が大きければ大きいほどより多くのアプリやタスクを同時に快適に実行できます。 16GB はブラウジング、動画閲覧、写真や動画の編集、ゲームなどに使えます。今回 16GB からスタートのため、多くの人はそのままでいいと思います。 24GB はより高度な動画編集や大量の写真編集、オーディオ編集に最適です。メモリ負荷の高い複数アプリを同時にたくさん開くという場合はおすすめです。 32GB はさらに複雑な高負荷の作業をするプロ向けの選択肢です。以上、 M4 MacBook Pro の先行レビューでした。 MacBook Pro、 あなたは欲しくなりましたか？ぜひコメントで教えてください。そして購入を検討されている方、もう購入したよって方はですね、ぜひ参考になる情報が一つでもありましたらグッドボタンよろしくお願いします。ということで、このチャンネルでは私ヨータがテクノロジーとデザインとということをテーマに MacBook や iPad、iPhone の使い方やレビューを発信してます。先ほど紹介した通り、 M4 Pro の MacBook Pro が自分のやつがね届く予定なので、そちらもね今回の M3 のお借りしたモデルと比較しながらレビュー動画出していきます。気になる方はチャンネル登録、ベルマークのオンをよろしくお願いします。ということで、お相手はヨータでした。バイバーイ。